トッテナムからバイエルンにレンタル加入中のイングランド代表 DF エリック・ダイヤー、30、だが、今シーズン限りでの退団が濃厚のようだ。ドイツ、シュポルトビルト、が報じている。トッテナムで長らくディフェンスラインの主力を担ってきたダイヤー。しかし、アンジェ・ポステコグルー新監督の下では信頼を得られず、出場機会を求めて混沌の移籍市場でバイエルンに加入した。その新天地では負傷者や離脱者の影響によってここまでブンデスリーガ5試合に出場。しかし、クラブ首脳陣はスピードを中心に、そのパフォーマンスに疑問を抱いているという。ダイヤーの契約には一定の出場試合数を超えた場合、300万ユーロ、約4億9000万円。で完全移籍に移行する条項が盛り込まれているが、バイエルンはその出場試合数を超えないようにプレータイムを制限する考えのようだ。また、ダイヤー獲得を希望したトーマス・トゥヘル監督の今シーズン限りでの退任が決定した事実も、同選手の今夏退団を裏付けるものになっているという。